皆さんこんにちは、ゆうチャンネルです。今年年内最後のゆうチャンネルとなりました。木曜日から木金土日4連チャンのパーティー紹介していきたいと思います。まずは、木曜日28日です。じゃらん、デビルマンナイト by ネットフリックスです。ネットフリックスといえばもう私もすごくお世話になっていて、もういつもウーム明けの日曜日とかもうネットフリ中毒です。ずっとネットフリックス見てます。その大好きなネットフリックスのパーティーがウームでやることになって私もすごい嬉しいんですが、今回このイベントなんですが、来年の1月からネットフリックスで新しく始まるデビルマンクライベイビーのキックオフパーティーとなります。でなんと今回、悪魔を呼び出すためのパーティーサバトを完全再現ということで、もう今から何が起こるのか私もすごいワクワクドキドキしてます。そしてゲストのアーティストには、タク高橋さんや石野卓球さん、ラッパーのハンニャさんなど豪華アーティスト陣勢ぞろいです。お楽しみに。はい、そして29日、金曜日です。金曜日はこちらです。スタジオアパートメントのハウスミュージックプロデューサーの正則森田さんと、ハウストライブの山力さんがお送りする、ファクトです。今回ゲストにはキャリアなんと15年以上が経つ現在も、その勢いを衰えることなく、トゥモローランドや、AD など、すごい大きなフェスに出演している人気デュオチューブ&バーガーが、今回登場します。年内最後のファクト、忘年会と思って皆さんぜひ遊びに来てください。はい、続きまして土曜日です。土曜日はこちらです。2018年ニューイヤーズイブイブビッグパーティーです。ウームでもすごくお世話になっているワンクロさんの今年最後のイベントとなります。今回なんですが、アーティスト自身が手掛けた楽曲やリミックスの曲のみを使用した、貴重な DJ セットを披露するイベントとなっております。そしてそのゲストは、田中智之さん、AT キッズさん、テディロイドさん、デデマウスさんなど、豪華アーティスト陣が勢ぞろいします。そしてみんな大好きサイバージャパン大卒も出演します。各アーティストのセットがどんなになるか楽しみですね。はい、続いて2017年最後のパーティー、はい、毎年好評いただいているウームプレゼンツニューイヤーカウントダウン2018です。今回のこのゲストなんですが、ダブルヘッダー女性アーティストが、2名メインのヘッドライナーとなります。まず日本ではウルトラや EDC などのビッグフェスにも出演しているテクノアーティスト、ニコール・モダパーと、凱旋帰国となるリッチ・ホーティンのエンター先のアイコンとしても知られる、ひとちゃんが出演します。そして、また熊本から、DJ のターボさん、名古屋からは、DJ のわたるくんなども、このパーティーに駆けつけてくれます。そしてウームゆかりのアーティストもたくさん出演します。でカウントダウン直前、まあ、1時間ぐらいですかね、11時ぐらいからはみんな一気に磨けてくるのですごい混み合ってしまって、入り口もすごい混み合うので、ウームのメインフロアでちゃんとカウントダウンを過ごしたい方はちょっと余裕を持って、まあ、オープンが9時なので9時以降になるべく早めにお越しください。そしてみんなでまた2018年の新しい年のスタートを一緒に切りましょう。はい、ということでバカまたまたと今年も紹介してまいりましたが、ゆうチャンネルもう5年やってるんです。で来年6年でしかも300回も近づいてきてるので、また来年も頑張ろうと思います。はい、それでは残りあと何日かになりますが、ウームでまたお会いしましょう。お待ちしております。